篠原の戦いは、樹永2年6月1日、加賀国篠原において、源義仲軍と平氏軍との間で行われた、戦闘である。平安時代末期における事象、樹永の乱の戦闘の一つである。栗から峠の戦いでの敗北により、平これ森が率いる平氏軍は京方面へ、北陸道を登っていったが、源義仲軍はすぐに追撃を始め加賀篠原の地で、 兵士軍を捕らえた。敗走中に追撃を受けた。兵士軍はほとんど交戦能力を失い散段たる、体で、回走し、吉中軍の圧勝であった。兵士側は甲冑をつけた武士は、わずか四、五機で、その他は過半数が死傷。残った者は、物具を捨てては三輪に逃亡したが、ことごとく討ち取られた。平家一門の平友則が討ち死にし、平家第一の勇士であった。 侍大将の平森都市、藤原慶也、中京らは一人の友もなく逃げ去った。この三人の侍大将と大将軍らの間で権威を争っている間に敗北に及んだという。平家物語、篠原、サネモの商談において、平氏軍の老将、斉藤サネモは自陣が総崩れとなる中、殿の守備を引き受けた奮戦ぶりが描かれ、 サネモリがかつて義仲の父みなもと義方が大倉合戦で撃たれた際に幼い義仲を競い逃がした恩人であったことが語られている。この逸話は修羅者の脳の演目となっている。この後、6月6日に敗れた平家軍が出陣した時の半数となって帰郷し、義仲は10日に越前、さらに13日には大見へ入った。 吉中軍の大見到着の方が刑に届いた頃、鎮税反乱を鎮圧した平家の家人、平貞義が帰京し、数万の軍勢を期待されたが、実際には千余期程度で人々を大いに落胆させている。吉中は6月に、都への最後の関門である、延暦寺と交渉し、7月に入京を果たした。その直前に、兵士一門は刑を離れ西方へと逃れていった。 ありがとうございます。